こんにちは、月島です。 ARC USB を開封レビューしましたので、普段私がワイヤーフェイス UCX と ARC USB を組み合わせてどんな設定にしているのか備忘録も兼ねて動画にしておきたいと思います。今回の動画は3つの項目です。トータルミックス FX のレイアウト、 ARC USB のボタン設定、最後にまとめと次回予告です。それではトータルミックス FX の画面を見ていきたいと思います。トータルミックス FX の基本的な見方がよくわからない方は以前に動画にしていますので、まずそちらをご覧ください。現在画面に表示されているのが、私が Fireface UCX を使用する時のトータルミックス FX のレイアウトです。上段のハードウェアインプッツはアナログ入力の1から4までをモノラルにしています。中段のソフトウェアプレイバックは特にいじることなくそのままです。下段のハードウェアアウトプッツとコントロールルームは少し変更を加えています。一番右のメインにヘッドホン、ホーンズ1にアナログ出力12につないだメインスピーカー、ホーンズ2にアナログ出力3、4につないだサブのスピーカーを割り当てています。これは右下にあるアサインで設定可能です。スピーカーがホーンズというトラックネームの表記だと混乱しそうですが、私はもう慣れていますし、ベビーフェイスプロや ARC USB を使う時もこの方が設定しやすいので、デフォルト表記のままで使用しています。ちなみにトラックの表記は、名前のところをダブルクリックするか、オプションズ、チャンネルレイアウト、ここで開いたページのネーム、ユーザーのところで自由に変更可能です。次は ARC USB のボタン設定を見ていきます。ARC USB のボタン設定を変更するには、オプションズ、ARC & キーコマンドセッティングスと進み、ARC USB のタブをクリックします。リストが開きます。現在ここに表示されているのはすでに私が変更したもので、デフォルトではありません。デフォルトだと本体のボタンの下に表示されているように1から8までのボタンにはスナップショットが設定されています。私はスナップショットは使用しませんので変えています。1と2にはアナログ入力1と2のファンタム電源のオンオフにしました。これでワンタッチでファンタム電源をコントロールできます。3と4はインストルメントを設定しています。エレキギターやエレキベースなどを接続した時にオンにします。5と6はアナログ入力1と2の入力ゲインを設定しています。このボタンを押してからエンコーダーを回すと入力ゲインを操作できます。7、8はアナログ入力3と4の入力ゲインです。9はモノです。メイントラックの出力をモノラルにできます。これはデフォルト設定のままにしています。10と11もデフォルト設定のままです。これはコントロールルームのホーンズ1とホーンズ2の出力の音量を操作できます。最初にお話ししましたが、私はメインスピーカーとサブスピーカーをそれぞれに接続していますので、ここで出力音量をコントロールします。
12はトグルトータルミックスウィンドウズに設定しました。このボタンを押すとトータルミックス FX をディスプレイに表示させたり消したりできます。13はグローバルミュートに設定しています。これは最も重要な設定の一つだと私は考えています。トータルミックス FX にはグローバルミュートという機能があります。これは設定したトラックをすべてミュート状態にすることができる機能です。私はグローバルミュートが全トラックに有効な状態にして13のボタンに設定しています。万が一大きな入力やスピーカーから大音量が出ても13のボタンを押せばすべての音をミュートできます。設定方法はトラックのミュートボタンを一度クリックして薄い青で点灯した状態にしておけば大丈夫です。詳しくはベビーフェイスプロのレビューの時に説明していますので、そちらの動画をご覧ください。この状態で13のボタンを押すと明るい青になり、指定したすべてのトラックがミュート状態になります。これは安全装置だと私は思っています。14はメイントラックのリコールボリュームにしています。私はリコールボリュームをマイナス45デシベルに設定して基準にしています。15はデフォルトの設定のディムのままです。ディムを押した時の音量も設定で自由に決められます。デフォルトだとマイナス20デシベルですが、私はマイナス65デシベルにしています。音量がほぼゼロになる設定です。ただディムが有効なのはメイントラックだけですので、グローバルミュートの方が実用性は高いです。ボタンの設定リストの中に他に欲しい機能がないので、そのままディムにしています。以上が現在の設定になります。次はまとめと次回予告です。いかがだったでしょうか。オーディオインターフェースも人それぞれで使い方が違いますので、設定方法も様々あると思います。私はこんな感じで設定していますというお話でした。実際過去にトータルミックス FX をマウスで操作して突発的に大音量がスピーカーから出るということを経験していますので、安全装置としてグローバルミュートを設定し、操作は慎重にするようにしています。次回は画面キャプチャーをする時のトータルミックス FX と OBS スタジオの使い方を見ていきたいと思います。 Windows と Mac で方法が少し違います。まずは簡単な Windows パソコンを見ていく予定です。それでは最後までご視聴ありがとうございました。